本太郎さんあ郎、えー。ありがとうございます矢本太郎です貴重なお話参考人の先生方ありがとうございます一問目と二問目は少し短めに答えていただけると助かります、えー、現在日本では少子化が国難と言えるほどの状況になっているとお考えになりますか順番に先生方にお聞きしていいですか村田参考人一番大きなあ一つの課題であるというふうに考えてございますお大内参考人 <laughs> とてつもなく重要な問題だと考えております岩志園参考人私も大変大事な問題だと思ってます<上>山本太郎さんありがとうございます、えー、2017年の秋安倍総理は少子化が国難であるとして衆議院を解散選挙になりました、えー、少子化っていうのは50年前から懸念されてたんですよねそれでもこれまでの政治が有効な施策を打ってこれなかった その結果が今であるとしわ寄せがやってきたそう思いますえー、本法案の目的 <coughs> 我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とするとあるんですけれどもここも短くお答えいただけると助かります本法案は少子化対策に資するとお考えになりますか村田参考人今の少子化の一つの大きな要因は教育費が 大きな問題だと思っております特に高等教育が額が大きいわけで、今回、それに対しては、資するというふうに考えてございます大内参考人、えー、効果は極めて限定的であると考えます。岩重参考人。今回の法案に限って言えば、効果は限定的だというふうに考えます山本太郎さん。はいいありがとうございます、えー、本法案の財源 消費税増税分の一部のみなんですよね、23日、今月23日の参議院の質疑で、わが会派、伊藤孝恵議員がですね仮に消費税増税が凍結された場合、本法案に規定された施策はどうなるのかと質問したところ、文科大臣が延期になるということでございますと答弁されました、えー、先生方にお聞きしたいんですけれども、少子化が国難と、衆議院まで解散をしておきながら、 消費税増税が延期になれば、少子化対策は延期ということに対してどう思われますか。村田参考人今回の法案は、消費税を使うということを前提にわれわれ議論してきておりますので、今の問題については私はお答えする立場にないと思ってございます大内参考人。えと問題の重要性から言って、大変問題があると考えます岩重参考人。 大変難しいんですけど、えっ、ー、と制度が早く導入されるということが大事なのか、それとも中身を充実させるべきだということを私は考えるべきではないかというふうに思っています。はい、山本太郎さん、ありがとうございます。えっ、ー、とここまではテンポよくお答えいただきましてありがとうございます。ここからはあのそれぞれお考えになることをあの十分にお話し,していただいて結構ですありがとうございます。えっ、ー、とですね、これ。 まあ先ほど、まあ、中身の問題なのか、それともすぐに対応するのかということに対して、その考え方も変わるかもしれないというお答えもいただきました、えーまあ、この法案の目的の部分では、真に支援が必要な低所得者世帯の社にと、まあ、必要な教育を実施する支援を行い、少子化対策を行うと。 いうふうふにあるんですけども、まあ、少子化対策と低所得者対策というようなものが盛り込まれた部分なんだろうというふうに考えるんですが増税が延期された場合にはこの真に必要な人たちへの支援までも延期することになるとそのような立て付けの法案制度ということに関してはどうお考えになりますか。村田参考人 先ほど申し上げましたように、えー、私はこの専門家会議の副座長としてこれ議論しておりましたがその大前提が消費税増税ということでございますただ個人的な意見として言わさせていただきますと財源につきましては消費税だけでなくても例えばあ 建設国債の発行は今認められておりますこれはあくまでも物的な資本に対する建設国債ということで、便益が他世代、次の世代にも行くということで認められておりますが、それでは、 高等教育を受けるって、今度はヒューマンキャピタル、人的資本になりますから、同じようにこれについて国債で賄うってことも考えはありかと思ってございます、ただ、今の国債 GDP 比率、世界一高いことを考えますと、それはなかなか難しくあろうと、その辺はこの問題だけでなく、トータルで考えていく問題だと考えてございます大内参考人。その点では、もともとのこの制度設計自体に問題があったと。 いうことだと思います消費税増税によってこれをやるといことは問題だったと考えます岩茂参考人 私はその財源の問題というのは一つの選択肢が示されてどうかという問題ではなくて多様な選択肢が議論されるべきだと思うんですね例えばその消費税というのは全くないということではないんだと思うんですけどまだこの教育機会が均等がこうちゃんと実施されてない段階で消費税を増大にするというのが矛盾だというふうに申し上げているわけですねそれからあのこの所得税の問題も累進的な所得税これによってやっぱりおの負担というのをやらない いけないと思うんですね。というのは、例えば所得の多い方というのはもちろん努力をされているということは認めますが。いろんな社会的資源を使っていると思うんですね。その中に教育を受けた人材というのもあるということを考えると。応分の負担をすべきではないかと思います。それは企業活動にとっても同じであって、法人税の負担というのを当然そこに出てくる問題だと思いますので。いろんなことを考えるべきだと思うんですね。その場合に消費税の増税ができなければ。この問題を先送りすると言って、バーターにされてしまうと、どうしても反対できなくなって。 しまうということがあるのはよくないと思ってましていろんな議論をやるとで国民がその税金の議論をですね身近なこの教育費の問題でやるということが重要だと思ってますので一つに絞って選択を迫られるというのは好ましくないのではないかというふうに考えております。 野党側はです、ね、衆議院の段階で修正案を出させていただいたということなんですね、消費税以外でも別の財源を持って就学支援を実施することを提案したんですけれども、これ、否決されてしまったわけです、どうしても消費税増税によってその一部を使いたいということが、えっと、与党側にあるようです。 真に,しんえ真に支援が必要な低所得者世帯に必要な教育を支援するということならば、これ、消費税増税ができなくとも、別財源で実行できることを本法案で担保する必要があると私は考えるんですが、先生方はどうお考えになりますか。村田参考人先ほども申しし上げましたようにあの消費税 が財前提でこれ議論してきたわけなんですが一方で今先生おっしゃいましたように他の財源といった場合にはこの法案だけが政策の一つでは全てではないわけですべての政策を考えた上でどういう財源をしていくかということを考えなければならないのでこの政策法案,法案だけを他の財源でって言われましてもそれは全ての政策を考えた上えで考えるべきものであってなかなかここでお答えにくいというふうに考えます。 大内参考人えとこの法案でどうかということはあれですけれどもあの、本当に必要なんであれば、多様な財源を検討すべきだと考えます岩重参考人。私も多様な財源を検討すべきだと思います、そこで大事なのは、そのお金が出ていくという発想だけなんですけど、これだけのお金を使ったら、これだけの効果があるということは日本では調査されていませんね。いいろんな国ではその調査を徹底的にやっています 今、このお金がかかるけど、例えばそれによって、将来、その人たちの所得が増え、税収が増え、あるいは社会保障にかかる経費が減るというようなことで、どれだけの効果があるかというと考えると、実はそ,のそういう観点からも、どれだけのお金を出すと、これだけの効果がある、だからその財源はここで負担すべきだという議論を合わせてやらないと、なかなか正しい答えにならないのではないかというふうに考えております。山本太郎さん。あありがとうございまます。まあ <laughs> まあ、大学生の2人に1人が奨学金を借りてまで大学に行こうとする現在で、どうしてそこまでして大学に行くのかと、大学に行った後もアルバイトに明け暮れて、勉強する暇もないぐらいで、寝不足でという,ような状況が続くというのは、やっぱりこれ、生涯の賃金っていう部分にも関わってくるからこそ、勉強したいっていう人もいるでしょうけど、やっぱり賃金ということを考えた上でも、言っとくべきだろうというような選択肢になる時点で、ちょっといびつな形にもなってしまっているのかなというふうには思うんですが、え。っと どの部分に対してどれだけお金をかけるかということに関してなんですけど、この今回の定義に関して、えーまあ、7000億円程度がつぎ込まれる、その財源を消費税って考えなんですけど、もっと大きな枠組みで考える必要があるだろうということだと思うんですね。例えば財源ををもっっとと大きくく教育は基本的に国がししかりと支出をしていく OECD の中で見ても、えー、本当最低レベルということを考えるならば、えー、と大内先生がこれまでもご主張されているような例えば、えー、何でしょうね、えー、大脳負担 っていう部分、例えば、累進性っていう部分を強めていくっていうような、法人税であったりとか、えー、所得税を強めていくっていう部分であったり。しっかりと財源を確保するってことだったり。で村田先生がおっしゃっているような教育国債っていう部分も。私、今、やるべきだと本当に思ってます。これだけ低金利が続いており、でアベノミクスって言ってるぐらいですから。第二の矢が放たれてないってことなんですよね。その原資だって、借金しても、それを日銀が買い取って。 事実上は借金ではないという状況を続けながら、借金減らし続けているわけですから、どうして今やらないのって話なんです、どうして自民党側からもっと声出ないんですかって話なんですよね、これは自民党の方自身がアベノミクスを理解されていないのか、それとも分かった上で黙っているのか、私、どちらかと思うんですよ、これ、教育国債っていう部分に関して、これ、もっと現実的に話し合いを進めていくべきだと、村田先生はお思いになりますか。 山本太郎さん、質疑時間は終了しておりますので、お一方でよろしいですか、はいえー、村田参考人、はい、非常にまあ難しい問題なんですけれども、あのー、今、申し上げましたように、今の国際 GDP 比率の下で、 これをすぐできるかというなかなか財務省の方は難しいだろうなと個人的には考えております私も経済学者なもんですから、まあ、そういう意味ではいずれ少し国際 GDP 比率が安定的に推移したどっかの段階で教育国債ということは考えていただければいいただしその時に h e クスを導入することによって各個人が自分の学費は将来自分で返すんだと。 いうようなことでないと、支給奨学金だけでは、制度は多分破綻するだろうと思っておりますので、そういうことを考えていただければと思ってございます新妻秀樹さん。 あのまずあの3人の先生方にです、ね、お伺いをしたいと思いますあの大内先生とで岩重先生からこの中間所得層への支援の必要性についてご言及がありました私自身も石川県におきまして子育て,子育て中のお母さんからお子さんが4人いらっしゃるお,あのお母さんでした。あの教育